タート6回以上自責点3以下というのも、はい、58.3% というので、はい、非常に試合を作るピッチャーですよね、うん。まあ、先ほど斉藤ピッチングコーチのノルマとして先発陣で70勝、まあ、去年の成績でいうと菅野が17勝、田口が13勝、まあ、2人で30勝ですから、それ以外の先発ピッチャーで40勝近くということになります、はい、そういった意味でも野上もやはり2桁欲しいなというところでしょうね。そうですね、うん。そしてこの回からレフトに松原が入っています。ゲレーロがベンチに下がっています。初球打ち上げました、4番のロマック。ライトの陽大館が掴んで、まず1球でワンアウトを取りました。2番手の野上です。マイコラスが抜けた穴を埋める存在の一人でもある野上龍馬、 FA で西武からやってきました。これも打ち上げてセンターの重信が抑えています。何かリズムよくポンポンとツーアウトを取りましたね。そうですね、うん。まあ、9年間西武でプレーしました。ピッチングもそうですが、あのパリーグは DH がありますから打席には立ちませんでしたが、このセリーグに来てまた打席に立つ場面というのもね、そうですね、出てくるでしょうから、バッティング、まあ、あるいはその送りバントというところもまた改めて練習する部分かもしれませんが、3球で2アウトを取ったマウンド上の2番手野上です。背番号は23、非常にあのフォアボールが少ないと、去年144イニング投げて24個しかフォアボールがありません。9イニングに換算しますと平均 1.5 個、まあ、菅野が 1.49 という数字ですから、まあ、それに近い数字を出した野上です。この野上、そして山口俊、これも打ち上げました。非常にテンポよくスリーアウトを取りました2番手の野上です。